2021年3月4日、円周率の日です。円周率の日、3.1 は円周率の日。この円周率の日を記念しまして、特別講座を開きたいと思います。で、そのテーマは、円とは何か。円周率が3より大きく、4より小さいことの図形的な証明ということです。で、私は講師を務めます、予備校講師で円という本も書いております。そして船橋の市議会議員もやっております、朝倉と申します。よろしくお願いいたします。さて、本日は 3.14 ということで円周率の話をしておりますが、私のチャンネルの方ではウイルスやワクチンの話、変異型の話、また中学生向けの数学の講座なども発信しておりますので、ぜひご覧ください。はい、それではそもそも円、サークルとは何なのか、何なんでしょうか。当たり前のように見ているものでも、改めて正式に説明してくださいって言われると困ってしまうことっていろいろありますよね。円っていうのは何なんでしょうか。ちょっと考えてみてください。で、じっくり考えてみたい人はここで一旦、止めてゆっくり考えていただいてもいいんですが、少し考えてみてください。それでは、答えに行きますね。円というのは次のように定義されます。平面において、ある一点中心から同じ距離にある点の集合ですね。で、つまり円周を示します。で、この中心に対してある距離にある点ですね、ここです。点の、ここも中心から同じ R という距離ですね。で、これがこう集合していくと、この円。こう集合していくと円の円周になります。円周になります。で、つまり円はサークムフェレンス、円周を示すことがあるんですけど、面積などを示すときには内部も含めて円と表現します。これ人間という言葉を使うときに、人間というのは一人の個人のことを示すこともあるし、状況によっては集団を示すこともあることに、似てるといえば似てる表現の仕方ですね。さて、中心と円周上の一点を結ぶ線分やその長さを半径、これはラディウスというふうに言っております。で、この円が身近で見られるものとしては、元気な犬がこう真ん中のこう杭につながられてぐるぐる回転するときに、元気な犬が一番外側につけるこの足跡の姿は円周になりますし、身近な道具としてはコンパス。で、コンパスはここの針のところが中心で、この鉛筆のところが、この針から鉛筆までの距離が半径で、この鉛筆でなぞられた線が円周と円ということになります。はい、それでは、この円周率ということを確認してみたいと思います。で、円周率というのは、この直径に対して、円の長さがその何倍かという率です。で、直径の長さと同じ長さで円周をこうなぞっていくんですね。そうすると1つ、2つ、3つやってもまだその円周全体にいかないと。で、3つともう少し必要だということですね。つまり円周は直径の3倍よりも少し大きいということです。で、この円周率のことを π と表現するんですけど、式で表すと円周を直径で割ると、この3、円周率ということになります。で、英語はも日本語の円周率という言葉だと、何に対する比率なのかがはっきり書いてないんですが、英語は非常にこういう簡単な言葉はなくて、正確に表現した長い文章になっています。The ratio of the circumference of a circle to its diameter ということで、その、直径直径に対する円の周囲ですね、円周の比率ということで、英語の表現の方がよりこの正確なこの式を示してくれています。で、次に出たんですけど、ダイアメーターのダイヤというのは、英語の接頭辞で有名な接頭辞で、ギリシャ語由来でダイヤという接頭辞があります。これは通ってとか横切って離れてということですね。で、これを知っていると結構英語の語彙が広がりますので、ついでに説明しておきますと、ダイアメーター、直径とか倍率、光学倍率、メーターというのは測るという意味ですね。ダイアログ。で、これはローグというのは話すですので、人を横切って、対話するということですね。会話するということです。それはダイアグラム。線が、
横切ってるということで図形ですね、図形。ダイアレクト、話す言葉が横切ってるということで方言を示します。でダイアグノーシスというのは知識とか調査を通してその人の病気を診断するということで診断。ダイアビータスというのは体の中を糖分が通過行進するように通り過ぎていく、尿から糖が逃げていくということでダイアビータス。でそれからダイアライシスというのは血液を一旦外に出したものを外でその老廃物を除去して分解してそしてまた戻すということで透析ということで、この結構いろんな言葉につなが使われておりますね。はい、円周率というのは昔から非常に不思議な興味を持たれてきまして3より少し大きいと、じゃあいくつぐらいなのかということでいろいろ調べていったんですね。ところがいつまでも割り切れない数字だということが分かってきたんですね。ずっと無限に続く比率だということが分かってきました。でそのことで例えば 3.14 までは有名ですけどその後も1592、6535というふうにこれ小数点以下10桁ですね。これが11桁から20桁まで、でこれ30桁までということで小数点以下100桁まででもこれだけあるんです。でこれが無限に続くんですね。で無限に続くで今でも、まあ、当然無限について計算する努力がされてるんですが、まあ永遠に計算終わることがないわけです。でこの円周率について、まあ、この円周率100万桁表というのがありまして 3.14 のこの数字がずっと100万桁延々と並んでるという本が、まあ、数学マニアの間では有名な本ですけど314円でネットで売られてますので眠れない夜とかに 3.14、1592 というふうに読み続けていくと、まあ、いずれ眠くなって寝ることができると思いますので眠れない夜のお供に使ってみてください。でこの円周率の数字をできるだけそれに近い数字で表そうという試みがされてまして7分の22が比較的近いということが分かりました。でさらに近いのが113分の355。これも113355ですから分かりやすいと思うんですが、これがなんと小数点6桁まで等しいということが分かってきました。ただ、あくまでも近いだけで、正式に円周率の、にぴったりと、当てはまる数字はないわけですね。はい。この講座は、まあ、円周率に関するうんちくを、語るだけではなくて、やはり円周率を通じて数学の面白さを感じていただきたいということでやっておりますので、本題のこのテーマ、円周率が3より、大きく4より小さいことを図形的に証明してみようということに話を移していきたいと思います。さて、この図形的な証明のやり方のヒントは挟み撃ちの原理というのが数学で使われる原理なんですが、その図形的な応用です。で挟み撃ちというので皆さんが何をイメージするでしょうか。例えばスポーツの世界で挟み撃ちというのがあります。ここに、まあ、バッターがあって三塁ランナーがいたと、そしてあと少しで得点のチャンスだという時にスクイズというのがやって、この三塁ランナーをホームに迎え入れようとするですね、とかそのスクイズ失敗した時にキャッチャーがボールをそのピッチャーから受けて、そしてそれをサードに送るんですね。でそうするとランナーは本塁を目指して進もうとしてますので少しサードから離れてるんです。でそうするとサードとキャッチャーの間で挟まれまして、まあ、こう行ったり来たりしてるうちに、ランナーがどちらかに捕まってアウトになってしまうという野球の場面見たことがあると思うんですけど、これがまさに挟み撃ちです。で、まあ、これは偶然ですけど、サードが3ですので、でホームを4とすると、ちょうどまあこう 3.14 ぐらいの位置にランナーっていうのは出てることが多いんですね。さて、この挟み撃ちの原理を使う一つの例として、ルートに2回かけて2になる数字というのを計算する、まあ、こういう、まあ、これ無限に続く小数なんですけど計算する方法として、まずその 1.4 を2回かけてみると、そうすると 1.96 で2より小さいと、 1.5 を2回かけてみると
2.25 で2より大きいと。そうすると、ルート2という2回かけて2になる数字は 1.4 よりも大きくて 1.5 よりも小さいということが類推できる。じゃあ次にもう1桁計算してみようということで 1.41 を計算するとこれ2より小さい。で、こっちは 1.42 を計算すると2より大きい。ということで、だんだんと挟み撃ちの範囲が狭まってきて、このルート2という値にだんだん近づくことができるんですね。でこのように、な挟む位置の原理を図形的に使うというのはどういうことだろうか、ちょっと考えてみてください。それでは答えに行ってみたいと思います。実はなんとこの簡単な図形だけで、実は証明ができるんですね。ちょっと挟み撃ちという意味で言うと、この黒いものが円です。円です。でこの円にまつわって円周率があるんですね。でそれを内側から内接する六角形、正六角形があります。この正六角形の周囲は円よりも円の円周よりも短いですね。小さいです。そして外側に外接する、外側で円に接する正方形があります。でこれは円の円周よりも青の正方形の周囲の方が長いですね。見た目でわかります。そうするとこの関係が成り立つんです。でこれが挟み撃ちのように円周率のを求めることに関係してくるんです。それでは具体的にどういうことか考えてみましょう。まず外側の、外接する正方形について考えてみたいと思うんですが、外接する正方形においてこの直径の長さと正方形の一辺が同じだということが分かります。でこっちもこう直径ですので、この長さとこれも等しいですね。ということは、外接する正方形の周囲の長さ直径の4倍なんです。2、3、4ということで4倍です。ということで、こういうことになります。外接正方形の一辺イコール直径で、外接正方形の周囲の長さ 4× 直径で、円周の方は π× 直径ですので、円周よりも明らかに外の青で書いた外接正方形の周囲の長さの方が長いと。で円周は π× 直径、外接正方形の周囲の長さは 4× 直径。そうすると直径、両辺を直径で割ると π が4より小さいということが証明できます。それでは今度は、同じように挟み撃ちの内側ですね、この円に対して内側で接している内接正六角形の周囲の長さを比較して3より大きいことを求めることを考えてみましょう。で実は正六角形というのは正三角形6個の集合体とみなすことができるんですね。でここの正六角形の一番離れた頂点同士をこう、対角線で結んであります。でそうするとここに6個の正三角形ができます。これ見た目上も正三角形だということがわかると思うんですが、正三角形であるということを証明することもできます。で証明をちょっとこの、塗りつぶした三角形で考えてみましょう。ここは全体が360度ですので、それを6等分しているのでここ60度ですね。で一方ここの図形はここが半径でここが半径ですので、半径の長さはお一緒ですので、二等辺三角形、少なくとも二等辺三角形であることが分かると。でそうするとここが60度ですから、ここ合わせて100あと120度なんですけど、二等辺三角形の底角はそれぞれ等しいという原理があるものですから、120度が2つの等しい角度で考えると、これ60度60度ということになります。そうすると全部が60度ですので、こう正三角形ということが分かります。でそうすると正三角形ですから、ここの半径の長さがここ R だとすると、ここも半径の長さ R です。でここも R です。ということは6個半径がありますので、半径の6倍、つまり直径の3倍なんですね。正六角形の周囲の長さは、6辺の長さの合計は 6× 半径、3× 直径ということになります。で、内接する正六角形の周囲の長さは、
明らかにこの円周よりも小さいですので、先ほどの式のようにこれを当てはめると、3かける直径よりも π かける直径の方が大きいと。よって3よりも π 円周率は大きいということが証明できます。それではまとめてみます。図形的にこの図を描くと。でそうすると明らかにもう直感的にこの円の円周よりも、この内接する正六角形の周囲は短いということが分かります。そして逆にこの青で描いた外接する正方形の周囲の長さの方が円周よりも長いということが分かります。でこれをその正六角形の周囲が、半径の6倍、直径の3倍であること、そして外側の正方形の長さが直径の4倍であるということを、確認して、それで挟み撃ちをすると、π、円周率が3よりも大きくて、4よりも小さいということが分かるんですね。で数学というのはこのように図形的に、発想をすると意外に簡単に証明できたりする非常に、そこが面白いところがありますので、ぜひ慣れ親しんでみてください。余談ですが実は、2003年の東大の問題で東大の数学の問題で円周率は 3.05 よりも大きいことを証明せよという問題が出たんですね。でこれはこれが出た時の社会的な背景が非常に面白いんです。というのは、この2003年というのは、文部科学省がゆとり教育といって、円周率を3で禁止していいというような方針を出して、それはいかがなもんかという批判があった時に、この問題を出すことについて、ことを通じて、入試問題を通じて、円周率を3としてはいけないんだということを社会的にメッセージしたという有名な問題です。で、これは3.05より大きいことを証明しているということですから、今日の発想で言うと、ある内接図形を書いて証明するんですね。高校数学までやった人はぜひ挑戦をしてみてみてください。さて、それでは最後、身近にある円を見直そうということで、今日3月4日、昨日はちょっと大雨でしたけど、今日天気が良かったんで自転車で出ました。この自転車のこのタイヤも実は、円なんですね。円ですね。で、この円の中で、このタイヤの円の円周を考えると面白いことがわかるんですね。このスポークというのは半径ですね。スポークというのは半径です。で、このちょっとこの半径の地面についた部分を見てください。これこれが半径ですね。で、半径と円の円周に対する接線というのは接する直線があるんですけど、これは直角になるんですね。必ず。どこの位置になっても直角になる。この当たり前のようなことが自転車が、くるくる回転しながら前に進む原理の基礎になりますので、身近な円ということで自転車。あるいはマンホールというのが、ここに映ってますけど、マンホールってなんで円なんでしょうか。正六角形ではいけないんでしょうか。これ円である理由があるんですね。これも考えてみると面白いんじゃないかと思います。さて、お子様向けにはこのような絵本が出てます。丸、四角、三角、有名な絵本ですね。面白いですので、ぜひ読んで、図形に親しむお子様に、ちょっとお子様に図形に親しむ機会を作ってみてください。で、最後に私の、設置の紹介ということになりますが、Amazon で朝倉ミキュアルと検索していただくと、私の Amazon 取扱書籍が出てきまして、今日のテーマである円314円、そして三角形333円というのが出しておりますので、ぜひご覧ください。それから、今の時世で非常に問題になっているウイルスと遺伝子のことについても書いておりますので、どうぞご覧ください。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してください。よろしくお願いします。